ナンバーアンダーラインアイ、CDTV ライブライブで圧倒的な存在感。ダンス、歌、ビジュアル、すべてが完璧。司会者も思わず、今日のナンバーアンダーラインアイは一段と輝いていますね、と簡単の声を上げるほどだ。今夜の CDTV ライブライブは、いつも以上に熱気に包まれていた。その理由は、話題沸騰中の3人組ユニット、ナンバーアンダーラインアイがついに登場するからだ。 平野翔、ガンユータ、神宮寺ユータという豪華なメンバーが揃ったこのグループは、デビュー以来、その独特の存在感とパフォーマンスで多くのファンを魅了してきた。今日のステージも例外ではなく、彼らの登場前からスタジオ内は高揚感に満ちていた。番組が始まり、他のアーティストたちのパフォーマンスが続く中、観客やスタッフの視線は次第にバックステージに向けられていく。 ナンバーアンダーラインアイの出演時間が近づくにつれ、期待と興奮がピークに達していた。ついに紹介アナウンスが流れ、ステージが暗転する。その瞬間、静寂がスタジオを包み込み、次の瞬間には歓声と拍手が沸き起こった。スポットライトがステージ中央に集まり、そこにはまばゆいばかりの輝きを放つ3人の姿があった。まず目を引いたのは、平野紫の銀色に輝くさらさらのヘアスタイルだ。 その髪がライトに反射し、まるで天使が降臨したかのような幻想的な雰囲気を醸し出している。一方、岸優太は前髪を上げたスタイルで、大人っぽさと爽やかさを同時に演出していた。神宮寺優太は、ウェットな質感のヘアスタイルでセクシーさを強調し、その魅惑的な視線で多くの視聴者の心をわしづかみにしていた。彼らが一歩前に出るたびに、観客席からは歓声が上がり、 他のアーティストたちも思わず見惚れてしまうほどだった。特に、スタッフたちはそのプロフェッショナルなオーラと完璧なビジュアルに圧倒され、モニター越しに彼らの姿を追い続けていた。司会者も思わず、今日のナンバーアンダーライン愛は一段と輝いていますね、と簡単の声を上げるほどだ。最初のトークセッションでは、三人ともリラックスした様子で、笑顔を絶やさずに会話を楽しんでいた。平野は、 今日は特別なステージなので、ヘアスタイルも少し変えてみました、と語り、その理由を尋ねられると、ファンの皆さんに新しい一面を見せたくて、と答えた。この言葉に観客席からは大きな拍手と歓声が起こり、その人気の高さを改めて実感させられた。トークが終わり、いよいよパフォーマンスの時間がやってきた。ステージが再び暗転し、重低音のビートが響き渡る。その音に合わせて3人が動き出すと、 まるで時間が止まったかのような錯覚に陥るほどの迫力だ。彼らのシンクロしたダンスは見るものを圧倒し、その完璧なフォーメーションとキレのある動きに誰もが目を奪われた。特に注目すべきは、平野の神がダンスのたびに美しく揺れ、その動きがパフォーマンスにさらなる躍動感を与えていたことだ。騎士の力強いボーカルと神宮寺のセクシーなダンスムーブも相まって、ステージ全体が一つの芸術作品のように完成されていた。 パフォーマンスが終わると、スタジオ内は大歓声と拍手の嵐となった。他のアーティストたちも立ち上がって彼らを称賛し、その場にいた全員が彼らの才能と努力に心を打たれた様子だった。司会者は、こんなにエネルギッシュで魅力的なステージは久しぶりです、とコメントし、再び観客からの拍手が巻き起こった。この日のナンバーアンダーラインイのパフォーマンスは、単なる音楽番組の一幕を超えて、 多くの人々の心に深い印象を残したと言えるだろう。彼らのビジュアルやパフォーマンスだけでなく、その謙虚な姿勢やファンへの感謝の気持ちが垣間見えた瞬間に、多くの人が共感し、感動したに違いない。しかし、ここで一つ疑問が浮かぶ。なぜ彼らはこれほどまでに人々を魅了し、他のグループとは一線を画す存在感を放つのか。その秘密はどこにあるのだろうか。まず考えられるのは、 彼らの個々の才能とキャラクターが完璧に調和していることだ。平野翔の圧倒的なカリスマ性とダンススキル、岸優太の力強いボーカルとリーダーシップ、神宮寺優太のセクシーさと表現力。この3つの要素が組み合わさることで、他にはない独自の世界観を作り出している。さらに、彼らのファンに対する思いやりや感謝の気持ちも大きな要因といえるだろう。今日のステージでも、 平野がファンのためにヘアスタイルを変えたと語っていたように、常にファンを第一に考えて行動している。その姿勢が多くの人々の心をつかみ、支持を集めているのではないだろうか。また、彼らのパフォーマンスには常に新しさと驚きがある。今回のステージでも、サプライズ要素を多く盛り込んでおり、その度に観客は新鮮な感動を味わっていた。このように、常に進化し続ける姿勢とクリエイティビティが、 彼らを特別な存在にしているのだ。一方で、彼らの成功にはチームとしての強い絆も欠かせない要素だろう。ステージ上での息の合ったパフォーマンスや、トークセッションでの自然なやりとりからは、深い信頼関係と理解が感じられる。その絆があるからこそ、困難な状況でも乗り越え、最高のパフォーマンスを届けることができるのだ。このように、多くの要素が重なり合って、 ナンバーアンダーライン愛は他のグループにはない唯一無二の存在感を放っているのだろう。しかし、それでもなお、彼らの魅力は計り知れない部分が多く、ますます興味が湧いてくる。さて、今日のステージを見て、改めて感じたのはエンターテインメントの持つ力だ。彼らのパフォーマンスは、ただ音楽を聴くだけでなく、視覚的にも感情的にも深い満足感を与えてくれる。それは、 日々の生活に疲れた人々にとって大きな癒しと活力となるだろう。また、彼らがステージ上で見せるプロフェッショナリズムと情熱は多くの若者にとってのロールモデルとなり得る。夢を追い続け、努力を惜しまない姿勢はどんな分野においても成功への鍵となる。その意味で、ナンバーアンダーライン愛は単なるアイドルグループを超えて多くの人々に影響を与える存在となっている。 これからも彼らは進化し続け、新たな挑戦を続けていくだろう。その過程で、どんな驚きや感動を私たちに届けてくれるのか、非常に楽しみだ。ガン・ユータは、グループの中心的存在であり、リーダーとしての役割を果たしています。彼の特徴的な魅力は、力強いボーカルと親しみやすいキャラクターです。騎士は音楽活動において、 その歌声と表現力力で観客を引き込む力があります彼のボーカルは感情を豊かに伝えることができその声に込められたエネルギーと情熱は多くのファンに感動を与えます。また騎士の人柄は非常に温かくメンバーやスタッフファンとの交流を大切にしています。彼のリーダーシップはグループ全体を一つにまとめメンバーが最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を作り出します。 そのため、彼はグループの精神的支柱とも言える存在です。騎士はまた、前髪を上げたヘアスタイルがトレードマークとなっており、そのスタイルからも彼の誠実でオープンな性格が感じられます。最後に、今日のステージを見て感じたことや、彼らの魅力について皆さんはどう思われただろうか。彼らのどの部分に最も惹かれたのか、また、これからの活動にどんな期待を寄せているのか。ぜひ、 皆さんの意見や感想を共有していただきたい。ナンバーアンダーライン愛の今後の活躍に目が離せない日々が続きそうだ。彼らが次にどんなステージを見せてくれるのか、そしてどんな新しい一面を見せてくれるのか、その一瞬一瞬を楽しみに待ちたいと思う。